兵庫の雲海といえば天空の城と呼ばれる朝来市の竹田城跡。しかし地域によって特有の絶景スポットがあるようで、県民の皆さんに絶景スポットを伺いました。360度、丹波の景色を見渡せます。丹波の天空の城は実は黒井城、丹波では、絶景ポイントとして有名でございます。久留里山という、まあ、567メーターの山があるんですけど、そこ の雲海と非常に綺麗な景色ですので、それが一番この地域で残ってほしい。笹山市にある杯山です。雲海が見れてもうすごくおすすめです。雲海に浮かぶ三田の市街地、天井の街ですね。続いてはこのカメラで撮影された絶景映像。2016年元旦、初日の出を撮影中、偶然現れた雲海です。この映像、どのようにして撮影されたか分かりますか？マクさん、分かりますかこれ、これもしかしてパラグライダーとかそんな感じですかね。飛んでるってことですか？あ、正解。ほら影が。映像を撮影した加古川市出身の写真家藤原一徳さん。商品ありません。重さおよそ30キロのモーターを背負いながらモーターパラグライダーで飛び立ち撮影しているんです。おー、すごいねこれ。すごい。カメラ持ってるんですよね。片手でカメラ持って操縦しながら。あ、うわ、気持ちよさそう。よく分かりましたね、パラグライダー。そう、カメラどうなってるんですか？右手でカメラを持って左手で操縦するという形なんで、ちょうど、まあ、こんな感じで左手一本で操縦してるんです。すごい器用。これはどうやって自分撮りを撮影をされた？自撮り、俗に言う自撮り棒みたいな感じで自分の方向けて撮ってるんですけどね。30年前に趣味で始めたハングライダーの経験を生かし航空撮影をスタート。モーターパラグライダーで空から竹田城跡を撮影したのは藤原さんが初めてだったそうです。自由なところから撮れるのは非常に新鮮でしたし、飛んでみて実際感動すごかったですね。ちょうど今このシーン、こういう雲の中にポトンとどんどん近づいて、まあ城跡が近づいてくるって、やっぱり飛ばないと見れないんで、これはなかなか飛んでてもおいいなと思いました。いや、これはすごい。大阪市で写真スタジオを営む藤原さん。モーターパラグライダーだけではなく、ドローンでも映像を撮影しています。わあ、すごい綺麗。すごい時代になりましたよね、ドローンですね。これドローン映像ですね。これもドローンですね。ドローンの映像ってやっぱり綺麗は綺麗なんですけど、自分が飛んでる感じにやっぱりなりにくいなと、まあ浮遊感言うんですか、自分がなんかやっぱ鳥になってるいう表現、まあよく使いますけど、飛んでる感じがしやすいと思いますね。自分の想像してた風景と一番違うような気がするんですよね。藤原さんは先月、春の六甲山系の撮影を晴れの日に2度試みましたが、上空を旋回し風が強いと判断、六甲山系までたどり着けませんでした。結構高いですよ。風が強すぎても弱すぎてもダメで、ベストな天候条件が揃わなければ撮影できません。いや、こんなあれのやっぱ春ですね。なんか今の時間帯はダメでしたね。これまでに撮影に成功した絶景映像がこちら。うわ、この高さ見てください。これ、真上から、雪積もってる。これだから入れないと時期なんですよね。そういうことですね、うん、はい、でも空からはね、見れるんだ、はいはい、綺麗ですね。こんな感じなんですね、冬場は。これ火災市で撮った映像。気球も飛んでてね、自由自在にこっちは動いてうん、気球の上から撮ってますもんね。気球の人も嬉しいだろうな。おーいってなりそう。
うわちょっとこの揺れてる感じがいいですね。これはね、こんなタイミングで撮れることはまあないんで。初雪が降った、鳥取県の大山の夕日。うわすごいな。一瞬風が止んだタイミングに飛び立ち撮影に成功しました。これはすごい。夕日が南面だけ当たって本当に赤く染まってたんですよ。でこちらはまあ影なんでどっちかというと青っぽくて、すごいね印象的な風景でした。 2000m ほど上に上がるんで、それだけで12度から15度は下がるんで極寒です。でもやっぱり、その上に上がれて映像撮れたら、あやってよかったなと思います、ね。